日本中央競馬会が出演して設立された公益財団法人である。競争馬に関する薬物を検査する日本で唯一の機関である。中央競馬及び地方競馬の競争に出走した競争馬から採取された検体に禁止薬物が含まれていないかどうかを検査する。検体は主に尿だが採取できない場合は血液を使用する。検査の流れは 以下の通り主催者が競争終了後の競争場から検体を、採取検体を2つに分割し、競争張り科学研究所に送付研究所では A 検体を検査し、禁止薬物が検出された場合は主催者に報告主催者が指定する有識者の立ち会いのもとで B 検体を再検査再検査でも A 検体と同じ禁止薬物が検出された場合は、 規定違反となる競争場用の医薬品や健康食品、その他の添加物などに禁止薬物が含まれていないか、どうかを検査する。2001年の国際競馬統括機関会議で機種に対する禁止薬物の取り締まり協約が新設されたのを受け2002年1月より1年間施行された後、あと2003年1月より本格的に実施している。 競馬試行日に無作為に抽出した機種に対して行われ、覚醒剤や大麻などの法律で使用が禁止されている薬物と利尿剤の使用の有無を検査している。競争場の登録を行っている日本慶種は登録協会から依頼された検体について競争場の親子関係の判定や個体識別判定を行う。以前は血液型によって親子判定が行われていたが、 現在はより精度が高い DNA 型鑑定を採用している。蒸気の事業のほかに薬物の検出方法の研究や馬ゲノムの解析なども行っている。日本国内では競馬試行規定により使用を禁止される薬物が以下のように指定されている。なお、ディープインパクト禁止薬物検出事件において検出されたイプラトロピウムについては2008年1月1日から 禁止薬物に加わった。ありがとうございます。